ラコリーナ近江八幡。まで雨が降ってたから屋根から雫が落ちてます。天井がバームクーヘン型っぽいです。真正面突っ切ってくるとめちゃくちゃ広いに庭っていうんですかね、こんな感じで広がってます。あれかバームクーヘンの通路。楽しかったです。次は近江八幡の観光協会が出してる街歩きのホームページ見たので、ホームページで街歩きマップみたいなのがあったので、そちらを散策していこうと思います。どうですか、お済みですか？はい、八幡堀移動してきて八幡堀っていうところに来ました。
今ここにいるんですけど、こういう感じで観光街歩きで出てたんで、ちょっと行けるところまで行こうかな。八幡堀、あ、船がある。波ないかな、私でも乗れるかな、乗らないかな。スローの検診通り抜けできるって。明治橋、うん、あいちゃん来てな、うろこ見れ、写真のスポットがいっぱいあるから、ほら見て。こんな素敵なところが滋賀県にはあるなんて、また来たいな。素敵なところでタイムスリップしたみたいで、すごく良かったです。今回は近江八幡の遊歩道のらへんを散策してみました。よろしければ高評価のボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ジャミエで検索フォローお願いします。それではまた。